バス共通カード。バス共通カードは、関東地方の東京都と神奈川、埼玉、千葉の各県を中心に、群馬、茨城両県及び、中部地方の静岡、山梨両県の一部地域にも、路線を持つ、バス事業者及び都電で共通に使用できた、直式、プリペイドカードである。制度上は、回数乗車券の位置づけである。また、県面には、 有効期限が記されておらず、原則として使用期限は制限されない。非接触式 IC カード乗車券パスモの運用進展に伴い2010年10月31日をもって乗車券としての利用が終了2015年10月31日までに払い戻し対応も終了した。カードの発行条件や規格などは バス共通カード企画管理委員会が管理している。カードの表面には、バス、共通、カードと表記される。また、事業者によっても故障が多少異なり、バス共通カードとしている例が多いが、バスカードや共通カードとする例もあ。また、利用者は、バスカードと略する場合が多い。バス共通カードには、1000円、利用額1100円3000円。3, 利用額三千三百六十円五千円、利用額五千八百五十円の三種類のカードがある。過去に発売されていたパスネットやオレンジカードなどとは違い、購入額以上の利用額、プレミアムが付加されている上、複数の社、局で利用できるのが特徴である。二千一年度からは五百円券、利用額は同額も登場しているが、こちらは原則として一般に販売せず、 景品や贈答品用の受注品扱いとなっている。首都圏の乗り合いバスにおける乗車券共通化の流れは、1984年、昭和59年10月1日に発売が開始された東京都区内バス共通回数乗車券に始まる。東京23区と多摩東部4市からなる、近一運賃地区で事業を行う東京都交通局、都営バスなど受車局が参加し、 あとに、川崎市の6社局、横浜市では8社局が参加して、同じ企画の共通回数券を発売した。しかし、東京都、川崎市、横浜市のそれぞれの共通回数券の間に、互換性はなかった。1988年、昭和63年、神奈川中央交通、以降、カンナ中とするが宅間運賃制の路線バスとして、日本初のバスカードである。 カンナ中バスカードの導入を開始1990年平成2年3月までにすべての一般路線バス車両を約2000台へ導入を完了した。このカード自体は現在のバス共通カードとはシステム上の関連がないが発売額に上乗せされたプレミアム1000円券で100円3000円券で360円5000円券で850円は バス共通カードや、後のパスも追加における、バス特に引き継がれている、現在も発売されている試験の、カンナ中回数券も同額。このバスカードを導入した、カンナ中の営業エリアは、神奈川県を,を中心に、東京都南多摩地域まで広域に及ぶものの、エリアのほとんどは、カンナ中のみの独占地域であったため、比較的早くに、カンナ中バスカードが普及した。 一方で、横浜市内や湘南地区では、横浜市営バス、江ノ島電鉄など他社局との共管路線や、競合路線も多く存在しており、当然ながら、カンナ中バスカードはそれら他社局の運行便、路線では、使用ができなかった。その後、1九十二年、平成四年三月には、常実のカンナ中バスカードとは別に、カンナ中、横浜市営バス、川崎市バス、 江ノ島電鉄の4車局が運行する横浜市、川崎市内の近一運賃路線限定で、バス共通カード及びマリンカード、市営地下鉄、バス共通乗車券、横浜市交通局発行が初めて導入され、共通利用が図られた。導入車両には、青色の共通カードを取り扱い車ステッカーが貼り付けられた。これが、バス共通カードよびマリンカードの始まりとなるが、 あくまで均一運賃区間用のものであり、また、カンナ中バスカードとはシステムが異なっていたことから、これとの共通利用は行われず、横浜市、川崎市内であってもカンナ中、横浜市へ、江ノ電に存在するタ間運賃路線では利用ができなかった。なお、この4社局以外の後に導入した社局では、マリンカードは使用できず、ステッカーも緑色の、 バス共通カード取扱い者となっている。1994年、平成6年10月になると、それまで単独導入していた東京都交通局の、都営バス、都電荒川線、T カードを発売や京浜急行バスをはじめ、東京都区内金融通賃区間、東京23区、武蔵野、三鷹市、調布市、小井市の各社局路線へも導入。 東京都区内バス共通回数券の発売は取りやめられた。ただし、この時点でもカンナ中バスカード導入路線を、はじめとした、宅間運賃路線での利用は出なかった。バス共通カード及びマリンカード、青色の共通カード取り扱い者ステッカーの車局を、宅間運賃区間での利用が可能になるのは、さらにしばらく経ってからのこととなる。東京都多摩地区、横浜。 川崎以外の神奈川県及び埼玉、千葉の両県にも順次導入、共通化されていった。この他に、取扱い地域からのバス路線の乗り入れる静岡、山梨両県の国一部や群馬、茨城県の一部路線でも利用が可能であった。しかし、2007年、平成19年3月18日にパスモノ、発売を開始すると、バス共通カードの利用者は、 段階的にパスモに移行されたため、川崎市交通局を除く各事業者は2010年平成22年3月から4月で販売を終了し、同年7月末で利用を終了した。なお、川崎市バスのみ終了スケジュールが異なり、2010年6月末で販売を終了し、同年10月31日をもって利用についても終了した。これにより、 2010年11月1日以降は、すべての加入事業者で払い戻しのみの対応となった。バス共通カードを使用できるのは、下記のバス事業者で車両の乗車口付近に、バス共通カード取扱者、緑色のステッカーと、共通カード取扱者、青色のステッカーの表示のあるバス、とであり、カードの表面左下、記念カードは、記載なしと、利面上部には、東京と、 神奈川県、埼玉県、千葉県内のバス共通カード取扱者、共通カード取扱者の表示のあるバス、と電にご利いただけます。と記載されている。また、2007年3月18日からのパスも、導入に伴い導入事業者は順次、パスもスイカバス共通カードご利用いただけます。桃色のステッカー。ただし、車両前面は、パスもというステッカーに貼り替えられているが、 その場合でも緑、青色のステッカー表示と同様に利用できる。また、青色のステッカーのバスでは、横浜市交通局が発行している、マリンカードが使用できるため表示が異なっているが、バス共通カードも使用可能。ただし、ピンクのステッカーの表示があるバスの中には、バス共通カードの表記がないものがあるため、バス共通カードを導入せずにパスものみを、 導入している事業者のバス事業者によっては一部のコミュニティバスなどにカード設備を搭載しておらず取扱い表示がなく利用できない路線もある。電車で利用できるパスネットと違い、小児の利用や複数人で1枚のカードを直接利用することが可能である。これ以外にも割引運賃の適用などで 大人一人分ではない運賃を支払う場合はカードを通すに乗務員に申告する必要がある。また、残額が支払うべき運賃に満たない場合は別のカードか現金で生産する必要がある。ただしパスネットとは違い2枚同時に投入はできない。カードの残額が不足している場合は、運賃箱からカードの残額が足りない旨の表示がされ、カードは乗務員が操作しないと出てこない。 前払い式、均一料金、路線により待機路線の場合は、乗車時に乗車口付近にあるカードリーダーライターに通して利用する。路線によっては、区間によって料金が異なり、乗車時に降車停留所を申告する方式があるが、この場合はカードを通す前に降車停留所を申告する必要があり、申告がないと本来支払うべき運賃が差し引かれなかったり、乗務員が カードの挿入を止めることがある。また、本来は、ご払い用のバスを前払いとして使う場合には、校舎用のカードを投入口にカードを通す場合がある。路線や停留所によっては、カードリーダーライターを停留所にいる係員が持ち、このカードリーダーライターに通してからバスに乗る方式を採用していることもある。ご払い式、待機路線の場合は、乗車時と校舎時に乗り、 校舎口付近にあるカードリーダーライターに通して利用する。ただし、事業者によっては取扱い方法が異なり、起点から次の運賃区間の手前においては乗車時のカード送入が省略できるところもある。乗車時にカードをリーダーライターに通すのは乗車停留所がどこかを記録するためのものである。したがってリーダーライターに通さない場合には、 始発停留所から乗車したとみなされることがある。ただし、1、乗車時にカードが見つからない場合、2、車内でカードを購入、3、乗車用カードリーダーライターの読み取り不良などもあるので、乗客の降車時に乗務員が運賃支払機により乗車位置を定めすることができる。従って、事業者や乗務員によって対応が若干異なるものの、 上記のケースの場合などやむを得ない場合に限り、乗車時に整理券を取れば、実質的な問題は、ほとんどない。バス共通カードは、発行事業者の営業所、案内所、バス、都電車内や、委託契約した、店舗、コンビニエンスストア、駅売店などでの有人代面発売による方法や、事業者によっては、テレホンカードの自動販売機の中に、バス共通カードも取り扱っている。 といった無人機械発売による購入方法が一般的であった。場合によっては、主要バス停において臨時にバス案内券販売者が立ち歩きながら発売していたり、コミックマーケットなどの大規模行事開催時、主に記念カードの発売が多いや、金券ショップでの入りもできた。他に記念カード発売の折に、事業者によっては通信販売の形式をとって購入する方法もあった。 2007年3月18日、バス共通カード事業者で非接触式 IC カード乗車券パスモのサービスが開始された。これは関東地方の主な私鉄や地下鉄で利用できるストアードフェアシステムであるパスとの事業者と共同で導入され、東日本旅客鉄道、JR 東日本などが発行するスイカと相互利用できるものである。 このパスモの導入に伴い、今後のバス共通カードの取り扱いについては、パスモの普及状況を見ながら検討されることにはなっているものの、すでに、コンビニエンスストアのサンクスでは、パスモ導入始めと同時に新規発注ができなくなっており、今後販路は次第に縮小するものと見られた。しかし、バス共通カードは、回数券であるため販売額以上の利用額がある点が、 パスネットとは異なり、パスもでもバス利用特典サービス、バス特を採用し、バス共通カードに近い金額分バスを利用できるようにしようとしている事業者が多いものの、バス共通カードと異なり実際にバスで利用し金額に応じて、バスポイントが還元される上、バス共通カードのようにあらかじめ特典額が付与されるわけではない。バスポイントは1ヶ月単位で計算され、 未還元のバスポイントは翌月へ繰り越すことができないため、その月のバス利用額が最初の還元が行われる1000円に満たない利用者は全く還元を受けられないほか、月間のバスへの支払い金額の下4桁がちょうど5000円、6000円、7000円、8000円、9000円、または1万円でない限りはバス共通カードの方が得をすることになる。そのため、 不天時のみなど、乗車機会の少ない利用者を中心に、バス共通カードの需要が根強く残っており、パスネットほど、急速には、利用が減っていないことから、パスも導入から、しばらくの間は、バス共通カードのサービス廃止に踏み切る事業者は、なかった。しかし、バス共通カードよりもパスも追加でのバス利用者が、増加したことから、東京都交通局ほか20の各社、 グループ、局では、パスも普及に対するバス共通カードの取扱いについて見直し10年3月31日に発売を終了、同年7月31日に利用を終了することが発表された。このうち東部バスグループ、朝日自動車グループは4月10日に発売を終了、箱根登山バスは3月5日に国際工業バスと京王電鉄バスグループ、 総鉄ホールディングスは3月15日にそれぞれ先行して発売を終了。なお、川崎市交通局の終了時期については前述の各社局とは異なり、2010年6月30日発売終了、同年10月31日利用終了であった。なお利用終了時点で残高を有するカードについては、カードを発行した各社局において、 利用終了日の翌日より5年間に限り、運送約款に基づいた無手数量による払い戻しの受付が行われ、川崎市バス以外は2015年7月31日、川崎市バスは2015年10月31日をもって、それぞれ払い戻し期間が終了した。この際の払い戻し額は、回数乗車券の払い戻し額算定基準が適用され、県面表示の運賃額、 発売額残券編表示金額、払い戻し時の利用可能額、送検編表示金額、発売時の利用可能額として計算されていた。また、パスネット終了時に一部の事業者で行われたような、カード残高のパスも等への移行は行われなかった。判例、インデントの状況は、下記の状態を示す末尾にがある。社、局、5社、局は、共通カード取扱者、 青色のステッカー、マリンカードも使えるを、内車局は、バス共通カード取扱者、緑色のステッカーを重布している事業者を押す。また、すでにパスも、導入済みの事業者、戦術のステッカーに代わり、パスも追加バス共通カードご利用いただけます。ピンク色のステッカーに、変更についてはがある、車、局では、車両にて、それぞれ走らせている事業者を示す。 例外については後述。2010年7月31日まで一部に既存のステッカーを継続調布した上で、パスもスイカご利用いただけますもしくは、パスもスイカバス共通カードご利用いただけます。乗車口付近、パも車両前面のステッカーを追加調布している事業者も存在していた。カード裏面の丸の中にアルファベットで示されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。